白髭神社は、神奈川県小田原市小舟にある神社である。旧社格は豪社。祭神は、猿田彦大臣。奈良時代、行基菩薩が、東国安家の際、東地小竹山頂に、地蔵堂を建立したという。平安時代、伊勢神宮の神官広瀬入道寺、王が、その地蔵堂に夜宿し、白髭の神の霊夢を感じて九寸五分のご神像を、捧ぐぼう社殿を造営。 元妙元年9月9日に鎮座祭を行ったのが当社の起源とされている。その後鎌倉時代の初め、元宮寺の祖、佐賀源氏松浦四郎入道公体が、大御国滋賀軍にて、白髭の神夢を悟った。そして、佐賀国中村号の当社を訪ね、時の豪族中村号を本願として、社殿、楼門、本寺堂等を再建し、 中村社の社号と軍中総者の称号を受けたとされる。研究元年源頼朝より、新寮六町部を寄進され、以後、足利高氏、北条総運など、武将の尊心が厚かった。欧永23年陛下にかかり、社殿を消失、党の山に、センタが、天正18年祭の陛下にかかり現在地に、参戦した。明治6年号社に列車、 同四十年新鮮兵伯領とも新神,神社に指定された。なお、当社で毎年一月七日の日の出と共に行われる捧ぐ社祭は五国宝上を祈る新年の行事として近郊に広く知られており、古式を伝える神事として小田原市の無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。